こんにちは。上がっても大丈夫あ。じゃあ、お邪魔しまーす。先週ぶりだね。どうあれからちゃんと復讐したおお偉いねさすが俺の生徒。え嘘 あ、うん。なんでそんな嘘ついたんだよ。はあ、今日はみっちりやるからな。当たり前です。親御さんからすっげえ言われてるんだから。成績なんとか上げてくださいって。期末テストは頑張ってもらわなきゃ。 俺が解雇されちゃうよ。<laughs> そうだよ。会えなくなっちゃう。分かったら頑張ろうね。あ、というか、今日は他に誰もいないのああ、そう。まあ、昼間だしな。じゃあ。 部屋でしっかりやりますか。ああ、時終わったああ、こら、スマホいじらない。ググろうと思った。ダメです。しばらく没収です。 頑張って自力で解かないと。間違えても後でちゃんと教えるから。まずは自分でやる努力。ああえなんで調べればわかることをわざわざやらないといけないの。あ,あ。<laughs> 勘のいいガキは嫌いだよ。 はあ、ああ、もうすぐ突っ伏さないの。はああ。どうした今日全然集中できてないけど。なんかあったのはい。 起き上がって、あい上。あ。お、おい、大丈夫あっと、あ、あーね、どうしたえ、クラッと来たあ気持ち悪い。ちょっと。ああ。 とりあえず、横になろう。いいから先生の言うこと聞いて。あ、う、あ、ん、捕まって。おいしょ。ゆっくり目つむって。あ、気持ち悪いなら横向きの方がいいな。こっち向こうか。 あと、スカートを少し緩めるぞ。あ、バカ反応すんな。そんな元気ないだろ。体の締め付けはできるだけない方がいいから。頭痛はあるない。そっか、よかった。ああ、なんだろう。 思い当たる節はあるあ、昨日寝てない。バカ。ああ、目開けなくていいから。寝れそうならこのまま寝ちゃいな。うん。大丈夫。そばにいるから。 おはよう。よく寝れたみたいだな。よかった。悪い俺もうとうとしてた。<laughs> 結構気持ちよさそうに寝てたからさ。どう体調は。 うん。ああ顔色もだいぶ良くなった。んああ。俺一応医学部だからさ。んて、自己紹介の時にも言ったはずなんだけど。さては聞き流してたろ。 はぁ、あ。看病なんて、業務に含まれてないんだからな。これは特別サービスです。ふふふ。お金はいらないけど、その代わりに勉強してください。それで十分です。ふふ。 まあ、元気になってよかったよ。うん。万が一、めまいが続くようだったら、また相談して。うん。というか、その場合は病院行った方がいいな。ああ。これに懲りたら、夜はちゃんと寝るんだよ。昨日は何してたの またゲームかよ。そりゃ寝不足にもなるし、目も疲れるわ。ほどほどにしてください。うん。そうしないと、俺も心配になって、勉強を教えるどころじゃなくなっちゃうんだから。わかった うん <laughs>、いいか。あ、やべえ。もうこんな時間か。じゃあ、俺はもう帰るから。あ、残業はしない主義なんだよ。ふふ。もうそろそろ親御さんも帰ってくると思うし。 自分の口から隊長のことをちゃんと伝えとけよ。俺からも一応連絡入れとくけど。うん。ってことで、今日はもうおとなしくしててくださいね。<laughs> 分かったのか、この <laughs>。わかった 分かったの返事は。えへへ。じゃあまた来週な。あ。復讐はちゃんとやっとけよ。えへへ。